中原さんのセカンドアルバムの発売を記念したもので、超人気の2人の登場に会場も沸いていたそうです。アルバムは恋人たちのストーリーをコンセプトに制作された作品で、中原さんと小室さんのツーショットのジャケット写真も話題を呼んできました。イベントでは1年を振り返りながら中原さんが、小室さんはかっこいい、好きな人とクリスマスを過ごすのは生まれて初めて、そんな日にアルバムも発売できて生きていてよかったと嬉し涙を流し、小室さんが中原さんの肩に優しく手をかけるシーンも見られた。クリスマスで、はい、クリスマスイブで歌っていい、私が生まれて、好きな人と一緒にクリスマスイブを過ごしたことがなかったんですよ。ええ、で今日初めて好きな人と一緒にクリスマスイブを過ごせたこと、そして自分の、アルバムが、そういう日に発売できたことがすごい嬉しい。やだ、泣いちゃわないで。ねえ、小室さん泣かしちゃ